皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今回はですね、ミラーレスの一眼で動画を撮りたい人向けに ND フィルターのね、解説動画を上げたいと思います。まあ ND フィルターってね、何かよくわからない初心者の方とかいらっしゃるかもしれないですので、今回ね K&F コンセプトさんからね ND フィルター2つ送っていただきましたので、それをちょっと検証して ND フィルターですね、動画では絶対必須なので、今回はねその解説動画になります。でミラーレスの一眼とかで動画を撮る場合、通常写真であればシャッタースピードでね明るさとかを調節できると思うんですが、動画の場合はですねシャッタースピードは固定で撮るんですよね。例えば関西の場合は60分の1、関東の場合は50分の1とかね、100分の1とかで、関西はまあ60分の1、125分の1、30分の1ぐらいかな、っていう感じで使うんですけど、シャッタースピードで明るさを調整できないんですよ。なので夜とかだったらね全然大丈夫なんですけども、昼間みたいに太陽の日差しがきつい時とかは減光しないといけないんですよ、太陽の光を。だから人間でいうサングラスですね、そのサングラスの役目を負ってるのが ND フィルターっていうことになります。はい、で写真であれば固定の ND フィルターを使った方がいいんですけども、動画であればね可変の ND フィルターの方が圧倒的に便利なので、今回は可変の ND フィルターで検証しようと思います。で検証する前にですね、一つ注意点がありまして、皆さんが持ってるレンズですねの口径を把握してください。はい、僕は 67mm と 72mm のフルサイズのレンズを持ってるので、まあ今回送ってもらったのは 67mm と 72mm の ND フィルターを送ってもらいました。なので口径が合ってないと当然はまらないので、そこは注意点です。でそんなん言ってもね、レンズの数だけ ND フィルターを揃えるのはちょっとお金がかかりすぎて厳しいというのであれば、 ND フィルターというのは大は小を兼ねるので、例えば 82mm を持ってるんであれば、その下のねより小さい 72mm とか 67mm のレンズはステップアップリングっていうのをかませることによって装着することができます。はい、ただ注意点がありまして、だいたい超広角レンズですね、 24mm より広い画角のレンズを使いたい場合はステップアップリングをねいっぱい2個も3つもつけてしまうとどうなるかっていうと、画面の四隅が黒くなってしまうんですよねっていう現象が発生するので、 ND フィルターとねレンズ口径はぴったし合ったものがいいですね。あと薄型のものとかありますので、超広角レンズを使う場合は注意した方がいいです。ということで早速ね、じゃあ ND フィルターがない場合とある場合、一体どれぐらい違うのかっていうのをね見ていただければいいかなと思います。はい、ということでどうぞ。はい、ということで、ND フィルターのね検証のためにね、ちょっとね、外に撮りに来ました。はい、今 F1.4 ですね。真っ白でしょ、何も映ってないですよね。シャッタースピード60分の1、 ISO 感度100でプラスもう2以上になってますね、露出がね。でこれちょっと F8 まで絞りましょうか。 ND なしですね今ね。んーで F8 まで絞るとこんな感じですね。これでもねまた白飛びしてますね。うん、なのでね ND フィルター使わないとねちょっとまともに動画撮れないですね、シャッタースピード60分の1なんで。うん、これをね125分の1とかまで上げても正直ね ND 使わないと多分厳しいですね。でこれね 24mmF1.4GM はね F16 かなまで上げれるんで、 F16 まで上げるとこんな感じですね。これでもねプラス 1.7 になってますね。うん、ちょっと落ち着いたかなっていう感じですけど、それでも白飛びしてますよねこれね。うん、っていうこともあってね、外でね撮りたい場合は ND フィルター使わないと多分厳しいと思います。はい、ということで今からね ND フィルターちょっとつけていこうかなと思いますね。また F 値をね 1.4 に戻します。はい、はい、戻してつけましょうか。はい、今がですね ND8 ですね。はい、ND8F1.4 ですね。はい、これでもまだ白飛びしてるんで ND の濃度をねちょっと上げていきたいかなと思いますね。はい、F1.4 でどれぐらいまで撮れるか。まあ、これね数字のメモリが128とあれしか書いてないんで、はい、これがねマックスです ね ND128、 これでもねプラス2以上なんで、 F1.4 だとねちょっとねこの ND フィルターだともうちょっと減光しないといけないですね。 ND200 とか多分それぐらいまでいると思います。はい、ただこれはね順光なんで、ほぼ真正面に太陽出てるんで、ちょっと今雲で隠れてますけど、これをですね、まあ、F4 ぐらいまで絞りましょうか。 F4 まで絞るとマイナス 0.3 になるんで、まあまあ、これよりもうちょっと上げて F2.8 ぐらいで撮るのかな。うん、 F2.8 ぐらいで、まあまあちょうどいい感じかなという感じです。プラス 0.3 になってますねこれね。うん、
この状態で F8 まで絞るとどうなるかっていうとね、だいぶもう暗いですね、何も見えないですね。これは ND の濃度を下げて、ここでだから調節するっていう感じですね。ちょうど回して0とか、まあ、俺プラス 0.3 とか 0.7 で撮ることが多いんで、うん、ND8 でねちょうど0ですね。ちょっとプラス 0.3 にはちょっと無理でしたねですね、うん、でこの ND 濃度の濃さでちょっとやっていくかなっていう感じですね。今日なんかはね ND8 まで現行しなくていいですね。うん、一緒に持ってきた ND2 から ND32 やったかな、そっちの方がいいかもしれないですね。だからちょっとそっちでレンズ変わりますけどもね、ちょっとそっちでやってみようかなと思います。はいはい、レンズはねちょっと 50mm の方にねちょっと変わってるんですけども、ね、ISO100 で、F8 ですね。シャッタースピード60分の1、 ISO とねシャッタースピードは全く一緒ですね。でこれでもねプラス2でちょっと雲とか白飛びしてますよね、右上のね。うん、で今がね ND2 かな、 ND2 で、白飛びしてるんでちょっとね上げていきましょうか。はい、 ND2 で白飛びしてるんでこんな感じかな。うん、ND で言うとねちょうど半分ぐらいかな、 ND16 ぐらいですね。数字が書いてないんでちょっともう何とも言えないですけど、そうそう ND16 ぐらいでちょうどいいっすね、うん、F8 シャッタースピード60分の1、これがね ND32 までするとどうなるかっていうとこんな感じかな。 ND32 になると結構暗すぎるでしょ。だからね普通の風景撮るんであれば ND2 からね ND32 で調整するといいかもね。こういう風な感じでね、なくしてしまうともう全く白飛びしてるんで、これ F8 まで絞ってこれなんで、ですね、試しに F1.4 でやりましょうか。 ND32 にして、うん、で見た感じはそんなに色ムラとか多分ないと思うんで F1.4 まで上げるとこんな感じね。これちょっと露出がプラス2になってるんであれですね、 F1.4 でするんやったら F1.4 っていうか F4 ぐらいまで絞らないと無理ですね。うん、F4 で絞ってちょうどプラマイゼロですね。これだと多分暗いと思うんで F2.8 とかかな、これぐらいかな。若干ちょっと白飛びしてるけど、うん、風景撮るこれぐらいかな、うん、ね、F2.5 でちょっといいかなっていう感じですね。はい、雲もちゃんと出てますよね。これプラス1になってますけどっていう感じでしたね。なのでね ND フィルターは僕は必須やと思いますね。ナイトもほんと真っ白なので、ね、なので、風景撮るんやったらね2から32がおすすめやと思います。うん、近づいて花とか撮るんであればもっとね濃度の濃い100以上のやつがいると思うんですけども、風景撮るだけやったらね2から始まってるやつがいいですね。うん、さっきのやつだと ND8 からなんで現行しすぎなんですよ。特に午前中が晴れてて昼から曇ってきた場合 ND8 とかだったら現行しすぎるんで、じゃあいちいちちょっと ND フィルターを外さないといけないっていうことにもなるので、ね、まあ、やっぱ風景撮るだけやったら2から32がいいかなっていう感じですね。だから何を撮りたいかによって ND フィルターの濃度の濃さっていうのは調整する必要性があるかなと思います。うん、夏場とかなってくるとね本当 ND128 でも足らないんで200とか、まあ、それぐらいもっといかないといけないんで、もうちょっとね高めの ND フィルターということになってしまうかな。 ND2 から ND400 とか、これがね ND フィルター ND2 ですね、つけた状態で撮ってますね。だから ND なしバージョンと比べてねそんなに、ね、画質とかそんな悪くないでしょ多分、うん、っていうのがあるので、まあ、普通に使える映像じゃないかなと思いますね。この ND フィルターつけててもね。で32までします、これで。はい、32までするとちょっと暗くなってるんで F 値下げましょうか。はい、F2 まで下げてますね。ちょっと暗くしてるんでね ND32 がこんな感じですね。どう、そんなになんか色ムラが出てるとかそんなないと思いますよね。うん、で動画つけた状態でちょっと回しましょうか。普通そんなことすることないと思うけど、こんな感じ回して ND2 の方まで行きますね。
なんか微妙にムラが出てるとか多分ないでしょ。これは回しながら撮影することないと思うけど。でこれが32ですね。普通に綺麗でしょ。多分問題ないと思いますね、個人的に見てて。うん、でこれが数千円の ND フィルターで実現できるっていうのがコストパフォーマンスがめちゃくちゃいいんですよね。うん、だから全然使えるレベルかなと思いますね。うん、はい。で ND フィルターをつけていくつか写真を撮ってみました。2から32の方は2で撮ってて、8から128の方は8で撮ってて、一番薄い ND の濃さで写真を撮ってみました。まあ、見た感じさ、あんまり普通に撮れてますよね。多分何も違和感ないと思います。 ND なしと色ムラがあるかとか、なんか黒ずんでるとかっていうのはないんじゃないかなと思いますね。はい。でこれがね、前に映ってるのがアベノハルカスですね。高さ 300m かな。はい、前に動画上げてるんでね、見てもらえればいいかなと思いますね。でこちらがたこ焼きですね。はい、これも色的に何も問題ないと思いますね。めっちゃ美味しそうですけど。でこれが通天閣ですね。はい、まあ、そんなに黒くなったりしてるところもないと思いますんで問題ないかなと思いますね。はい。でこれが縦で撮ったものですね。ボディはね、 α7S3 と α7C かな、使ってますね。 24mm の方が α7C です。はい、はい。ということでいかがだったでしょうか。あ、検証の動画を見てもらったら分かる通り絶対必須です、可変の ND フィルターは。はい、ということもあって動画を撮るなら可変の ND フィルターを買わないといけないんですが、高いやつだともう普通に2万とか3万とかします。ただ今回のね、K&F コンセプトさんのやつはかなりコスパが良くて7000円とか8000円ぐらいかな、これ口径によって違うと思いますので、1万円をね切る価格で、可変の ND フィルターが手に入るというのは非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあ、気になった点といえば、ND フィルターを回すときにやや固めかなと思いますね。これは好みの問題があると思いますが、他社のやつとかはね結構緩かったりするので、それはどっちがいいかっていうのはね、好みが出るかなとは思いますね。はい。でまあ先ほども言いましたが、風景撮るんだったら ND2 から32ぐらいで十分なんですけども、花をね F2.8 とか F1.4 でぼかして撮りたいってなってくると、やっぱしね ND128 でも足らないと思いますんで、もっと濃いやつが必要かなと思います、夏場なんか特にね。はい。ということで今後ともですね、商品レビューだったりとか、バイクでいろいろ出かけたりしようかなと思ってますんで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。ということで今年もどうもよろしくお願いします。ということでどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。